皆さんこんにちは。大分の高っち親方です。本日ですね、2020年12月18日ディーンの新曲が配信されました。イエイ、待ってました。ディーンのですね、新曲間違いない世界という曲がですね、今回オンラインの配信が始まりました。 CD では発売がございません。こちらの曲についてですねご紹介いたしますとともに、今回実はとあるゲームのタイアップの曲でございますので、過去にですね、ディーンは過去3回、今回で4回目のタイアップとなりましたので、その過去のですねタイアップ曲も合わせてご紹介いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずですね、本日発売されたのが間違いない世界という曲でございます。こちらですね、スマートフォンの RPG、アナザーエデン、時を超える猫という曲とですね、ナムコさんのですね、有名な、RPG、テイルズ・オブ・シリーズのコラボ企画のテーマソングでございます。ディーンがですね、このテイルズ・オブ・シリーズでですね、タイアップするのがなんと、今回でなんと4回目でございます。しかもですね、結構すごい記録を持ってますので、後ほどご紹介をいたします。この新曲はですね、CD では発売がございません。私はレコチョク様からですね、ダウンロードさせていただきました。2020年ディーンはですね、新曲2曲、そばにいるだけでと、この間違いない世界をですね、年明けとこの年末にリリース。しかも円盤ではなく、配信というのがもう今時ですね。どちらもダウンロードさせて、本日聴いております。今回の曲はですね、割とアップテンポな曲ですね。そしてこう BS とかのビートが効いてまして、感想もギターとかですね、いかにもこう冒険に出るなっていう感じをしている。個人的には本当にこれお気に入りの曲でございます。で、歌詞もですね、テイルズシリーズ同様ですね、旅に出るということで、人生の応援歌、人生を旅になぞらえたアドベンチャーにですね、なぞらえた曲が多くてですね、こう応援歌という感じがしますね。こう自分と向き合ったり、仲間との出会いを通じて成長したりね、そして人生の答えを追い求めるという曲が、大体今までのテイルズオブシリーズとディーンの楽曲の関係でございます。今回ですね、間違いない世界の中にはですね、夢と現実というね、また言葉が出てきますが、これ前回のですね、後ほど紹介します未来からの光をちょっと個人的に思い出しますし、その未来からの光はですね、後ほど紹介しますが、過去のですね、曲名を出てくるということで非常に面白い、歌詞となっております。まずですね、今日からですね、配信されましたので、もし皆様ぜひまだお聞きない方は YouTube でお聞きいただいて、まずはですね、ティザー映像をご覧いただいて、そしてぜひダウンロードして毎日聞いていただければ幸いでございますし、そして合わせてですね、こちらのスマホの RPG アナザーエデン、私今日ダウンロードしましたし、またテイルズシリーズですね、ゲームもぜひ皆様よろしくお願いいたします。次からはですね、過去にコラボしてきた、タイアップとなった3曲をそれぞれ簡単にご紹介いたします。続きまして、このテイルズオブシリーズのですね、過去のタイアップ曲を3曲それぞれご紹介をいたします。まず、初めに、夢であるようにでございます。こちらご存知の方多いんでしょうね。1997年12月17日に発売でございます。ディーンの13枚目のシングルでございます。私当時、小学校5年生でした。CD は残念ながら買っておりませんでしたが、CM で流れてですね、この夢であるようにって聞いて、ディーンの曲やっぱいいなっていう風に思っておりました。オリコンがですね、初登場13枚目のシングルにして、13位というところでございますが、いろいろ評価はあるでしょうけれども、このディーンがですね、曲をこれまで出してきて、オリコン初登場で10位に入らなかったことっていうのが初めての曲なんですね。すごい人気で最高傑作だというファンの声も多いんですけども、オリコンのその順位としてはちょっと、あまりよろしくなかったという、こう意外な結果の曲でございます。こちらはですね、その Tales of Destiny のですね、タイアップ曲でございました。
で、私、まあ、小学校5年生でしたけども、まあ、私が昭和の末期生まれ、1986年生まれでございます。その同世代結構ですね、このディーンで夢であるように好きとかですね、この曲でディーンが好きになったという方結構多いです。ライブでもですね、もう、ほぼほぼ定番で歌われる、曲でございます。武道館で聴くと特に入るんですよ。で、テイルズ・オブ・デスティニー、実はこの、テイルズ・オブシリーズですね、唯一買っているのがですね、このテイルズ・オブ・デスティニーでございます。他のシリーズ買っておらず申し訳ございません。で、このテイルズ・オブ・デスティニーはですね、何がすごいかというと、スタン・エルロンとかですね、いろいろ技が出てくる、サーチ・ガルトとか技が出てくるんですけれども、なんと、裏技で、リンの皆様が登場します。キャラクターになってですね、結構もう後半とか終わりの方の展開もですね、進んだ中で、とあるところに行くとですね、ディーンの今日コンサートがあるからチケットどうってチケットもらって、ディーンが夢であるように歌う場面が出てきます。で、その後ですね、楽屋に行くと面白いことが起こります。まあ個人的にはこの時のキャラクターでですね、ディーンの池森さん単発で、マイクをですね、右手に持っていましたが、当時の池森さんは、長髪で、そして池森さんはマイクは左手です。皆様、池森秀一さんのモノマネされるときは、マイクは左手です。まあ今、そばで有名になってますけれどもね。そしてこちらのミュージックビデオがですね、本当幻想的で好きなんですよね。暗い中でこう、ちょっと明かりが灯っているような感じで、本当にこう、冒険的な感じですね。池森さん、こう、長髪でこう、かっこいいんですけども、個人的には単発の池森さん派でございます。で、これ余談ですけれども、昔聞いた話ですけども、これ確かロケしているのが、お酒、なんか酒屋さんかどっかの、蔵かなんかの跡地か、実際の倉庫かなんかわからないんですけども、その中でロケして咲いてたんですね。で、結構匂い、酒かすとかの匂いがきつかったらしくてですね、渦本さん、当時のですね、ドラムの渦さんが苦戦されたというですね、なんかそういうエピソードも聞いたことがございます。非常に有名な曲ですし、私もカラオケでたまに歌わせていただきますけども、皆様ぜひ一度ですね、まだお聞きになってない方はですね、ぜひお聞きいただいて、そしてテイルズ・オブ・デスティニーもよろしくお願いいたします。続きまして、タイアップ2曲目が、永遠の明日という曲でございます。こちら2008年の12月10日に発売されました、ディーン34枚目のシングルです。当時私大学3年生でございました。で、この曲はですね、オリコン初登場6位です。久々にですね、ベスト10入りをしました。これ余談ですけども、確かですね、当時リリースされた時は、実際まだゲームがちょっとなんか開発かなんかの遅れで、1週間ほどずれたんですよ。だからこれもしですよ、ゲームが発売とシングルの発売が同時だったら、もっといい、ね、順位を目指してたんではないかなという噂でございます。最終的に2万枚越したということでございます。あと余談ですけども、そのディーンのですね、初登場、オリコン初登場、1位、2位とかいろいろあるんですけども、この6位をもってですね、なんと1位から10位をコンプリートいたしました。だからこれ結構記念すべき、曲でございます。で、こちらの曲は Tales of Hearts のタイアップでした。ちょっと残念ながらゲーム私買ってないので申し訳ございませんが、なんか琥珀ブライユとかなんかいろんなキャラが出てきたと思います。でですね、この曲自体は、夢であるように幻想的で、ちょっと、クールではないですけど、荘厳な感じでした。で、こちらも荘厳な感じなんですが、どちらかというと温かい感じですよね。仲間との出会いを通じてこう成長していく、ちょっとほのぼのとして温かさみを感じる曲ですね。というのもこのミュージックビデオが結構明るくてこう白っぽい幻想的な雰囲気というのもあるんでしょうね。夢であるようにがそれ以外のところ曲がですね結構暗い中で撮っているんですけれども、こちらなんと場所がですねニューヨークでございます。ニューヨークシティボーイとかね曲がありますけれども、このニューヨークで結構ね、だからプロモーションビデオ、ミュージックビデオに出てくる方はですね、結構現地の方もいらっしゃいますし、結構いろいろと、いろんな人が出てきてこう、繋いでいくヘッドホンとか、キーホルダーですかね、繋いでいって、本当にほのものとして、こう、いいミュージックビデオでございますので、ぜひまだご覧いただいてない方は、ご覧いただいてほしいなと思います。で、余談ですけども、当時ちょっと、
ネットで話題になったのがですね、最後に、つながってく涙っていうところがあるんですけども、そこが、つながってくのび太って、あの、ドラえもんののび太に聞こえるなって、空耳がね、あのニコニコ動画で流れてた記憶がありますけれども、これね、ほんと大学時代の、あの、思い出の曲でして、あのね、結構やっぱ有名になったんで、まあ、余談ですけれども、次の年、あの、2009年は、ミュージックビデオに石原さとみちゃんと、そして水野、美紀さんでしたかね、が出てきて、いや、よっぽど、あの、永遠の明日が売れたから、ね、有名な芸、ね、女優を起用したんじゃないかなという余計な噂も出ておりました。あの、良い曲でございますので、ぜひ、テイルズ・オブ・ハーツとともによろしくお願いいたします。そしてですね、タイアップ曲、最後が、未来からの光でございます。2019年2月2日に発売されました、47枚目のシングルです。まあ、大体ですね、こう、今までお気づきの方にリリース日を見て感じられたと思いますが、一つは、あの、結構、まあ、この曲だけは2月ですけれども、基本的にはこう、12月とか2月とか、この寒い時期にですね、このテイルズ・オブ・シリーズのタイアップ曲リリースされているという特徴がございます。で、さらにですね、あの、お気づきでしょうか。1997年に最初リリースされまして、で、2008年に2回目、そして3回目が2019年ということで、なんと、11年に一度リリースされております。これですね、あの、だから次回が、4枚目が、ね、次は、2030年かなと思ってたんですけど、まさか翌年に、リリースされるとは思っておりませんでした。ということで、これ実はですね、90年代、そして2000年代、で2010年代、そして今年2020年代、それぞれで、この、テイルズ・オブ・シリーズとタイアップした曲を出したのが、ディーンが初めてというか唯一ですね、多分4枚もコラボしてるっていうのはね、多分なかったと思います。前回その未来からの光、まあこの時ですね、3枚目のコラボというのも珍しかったというふうな確か印象でございます。こちらがテイルズ・オブ・ザ・レイズのタイアップでございます。こちらもすいません、プレイしておらず申し訳ございません。あのですね、この曲、まあ一つ、記念すべきというか転換点なのが、ディーンが2名体制になってからですね、初めてのシングルでございますですね。確かあの池森さんもですね、この時50歳になって、なんか50代のディーンを楽しめるというのがですね、また貴重でございます。そしてですね、この曲はですね、過去2曲がすごい、まあ、バラードだったんですけれども、これ初めて聞いた時はあの私びっくりしました。激しいと。ロック調だと。今までのですね、そのバラードとは異なった、パンチの効いた結構明るい曲でございます。で、ミュージックビデオはまた、どちらかというと、まあ、夢であるように系で、暗いスタジオの中で、そしてこう光にちょっと照らされて、かっこいい感じになっておりますね。そしてですね、ジャケットも、まあどうなのかわかんないんですけれども、このくしくもこの時ですね、あの、台湾で結構ロケとかされてまして、まあ、ニュージャーニーという後ほどですね、この未来から光がですね、含まれているあのオリジナルアルバムも出るんですけれども、その時にですね、あの台湾ロケもしてて、あの非常に面白いです。ヤマネッチがですね、リーダーが、ね、どういう願いを台湾で込めてですね、願い込めたのかなど特定映像をご覧いただければと思います。だからちょっとこれ、非常に転換期でもありますし、曲調としても、あ、ディーンズロックだなというふうな感じがしました。あの、ぜひですね、テイルズ・オブ・ザ・レイズとともに未来からの光も、あの、シングル、こちらは CD で出ておりますので、ぜひあの、ご視聴よろしくお願いいたします。ということでですね、これまで、まあ、本日発売の間違いない世界もはじめ、そしてですね、過去のテイルズ・オブ・シリーズのタイアップ曲も簡単にご紹介しました。まあ、あの、ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと私が最近あまりゲームやってない人間でございまして、あの、曲中心になって大変申し訳ございませんが、あの、ぜひね、あの、ゲームの方も、よろしくお願いいたします。また、あの、ゲームに詳しい方はですね、あの、プレイしたことあるよとかですね、いろんな感想をお聞かせ願えれば幸いでございます。ということでですね、ディーン、テイルズ・オブ・シリーズ、アナザーエデンですね、テイルズ・オブ・シリーズあのが始まって、まあ、25年というのも節目でございますし、あの、本当に、あの、結構ね、やっぱ、根強いファンが多いゲームでございますので、
これからもですね、ぜひ注目のですね、でございます。そして2月の6日か7日にこのテイルズ・オブ・シリーズのですね、イベントがございます。私はいけませんですけども、その前の日の2月5日の夜は、ディーンライブショイのですね、福岡公演ございます。一応私はチケットを取っております。なんで金曜日の夜に中途半端の時やるのと思ったら、なんとその翌日からテイルズ・オブ・シリーズのイベントがあるからということが来て、納得したところです。ただ新型コロナウイルスが心配です。今年の9月の神戸公演を泣く泣くキャンセルしたのと同じようにならなければいいんですけれども、すでにファンクラブでチケットは取っております。が、ディーンもですね、これからも応援したいと思います。池森さんのそば、そして山根っちのね、クイズノーベル賞などで有名になっておりますが、こうした音楽活動もですね、しっかりしてますし、プロデュース業もされているようでございますので、ディーンもよろしくお願いします。そして、テイルズ・オブ・シリーズ、アナザイナーも合わせてよろしくお願いいたします。ということで、拙い動画ではございましたけれども、一人でも多くの方にですね、ディーンのことや、そしてゲームのこと、伝われば幸いでございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、ぜひ、いいね、チャンネル、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。おかげさまでチャンネル登録700名達成。ありがとうございます。ただですね、私、ひとまずはですね、1000人以上ですね、越すということも目標でございます。ディーンの話題も、ちょっと数は少ないですけども、今後、随時ご紹介してまいりますので、これからも長いお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは、また。